最近ツイッターで奇妙なツイートを発見した。フォロワー数で値段が変わる美容室をオープンします。フォロワー5000人以上は無料、フォロワー1万人以上は1万円差し上げます。それ以上はフォロワー数イコールお支払いする値段。お問い合わせは DM までお願いします。仮にこの情報が本当ならマックス村井は130万円以上の大金をもらえることになる。正直かなり怪しい。一体何のメリットがあってこんな商売をやっているんだろうか。ちょうど髪も切りたかったマックス村井は真相を確かめるべく本人に直接会って聞いてみることにした。はじめまして。はじめまして、マックス村井です。カナイです。アイコンの写真と全然雰囲気が違う。個人的には面白い感じが好きでああいう風にしたんですけど、無理があるかないつからそのこのサービスというか始めたんですか。一昨日ぐらいですね。一昨日、はい、本当なんですか。5000人以上で無料。あ、そうです。で、1万人超えたら、はい、1フォロワーにつき1円。130万。だから最初連絡いただいた時はスルーしようかと思いました。これ無理だろう。130万はさすがにきついらしいが、1万フォロワー以上がお金をもらえるというのはどうやら本当のことらしい。下手したら自己破産します。自己破産。そうですよね。そうですね。働けども働けども暮らし楽にならず、そう、むしろ極貧に。なんで本当のこと言うと、おっと、本当のこと、本当のこと、あんまり考えてなかったです。そのバカじゃないですか。髪を切るのがすごい好きで、はい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 、はい、箕輪さんっていう方がいまして、髪を切ることで面白いことやりたい。はいはい。あ、反響はいかほどだったんですか。ただの美容師なんで、そんないきなり火がつくとは思わなかったんですよ。はいはいはい。もう本当に有名な人とかも来てて、ヒカキンさんとかだったら面白い。ヒカキンさんから来たらすごい。やばいですね。今のところマックス村井さんが一番。マジっすか。30万円もらっていいですか。私がカナイさんだったら、なんかそっとツイッターアカウントを削除しそう。実際そういう問い合わせもすごいんですよ。逃亡すんなよみたいなやつですか。いや、あのジャスティン・ビーバー来たらどうすんのとか。マックスの S さんで、はい、130万円フォローいるじゃないですか、はいはい、130万円を作るって結構簡単だと思うんですよ。本気でそのツイッター使っていろいろやったら。私が、はい、なんですけど、130万円を持ってる人が130万人のフォロワーを得ることは無理だと思うんですよ、その30万円。ああ、まあなかなか難しいと思いますね。個人の価値っていうのがすごい重要な世の中になっていくんじゃないかなっていうのがあって、そういう人と話す機会が普段ない。ないですね。あ、え、金井さん自身のその人生経験みたいな。まあそうですね。だってこのマックス村井さん、今僕が今こうしてることも僕からしたら通常じゃありえないから。そうですよね。でもそういうツイートをしてない限りは僕らからも連絡は一生しなかっただろうし、そうなんです、会うこともなかったですよね。有名な人だけ得するシステムじゃないかみたいな批判が結構、不平等だって意見がすごい多いですけど、有名な人もいきなり影響力がここまで出たわけじゃないじゃないですか、なんかいろいろコツコツやってきてその価値が出てるんであって、僕はむしろ平等だと思ってるんですよ。その頑張った人が有利なのに当たり前でしょっていう病気、で僕はどちらかっていうとその猿山の最下層にいたんで、そっからなんかそうですね、生み出せたらなぐらいな感じだったんですよ。そういう人に1フォロワー1円払うのは別に妥当なんじゃないかって思ってるんです。さっきの価値の話になっちゃって、その人に聞かないと吸収できないものとかがあるなとは思うんで、100万フォロワーとかちょっときついですよね。正直最初はヤバい人なんじゃないかって思っていたけど、会ってみると自分の意見をはっきり持ったいい人だということが分かった。大丈夫でした。え？え？マリさん、なんで撮影終わったみたいな。まだ終わってないっす。ちょっとめちゃ不安でしたよ。大丈夫、ありのままで大丈夫ですよ。終わったー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてこの話を聞いた時にすごいとんがった企画だなって思ってたんで、なんか大丈夫かなみたいな。最初もうここに爪痕残さないとこのまま消えてっちゃうんじゃないかなって思ったんで、いろいろ考えたんですけど、はい、あんまり調子に乗っても。
いい人いい人どうぞ皆さん、あの興味を持たれた方フォローしてくださいませ、はい、髪を切りたいときは DM して予約を急がないと年内間に合わないぜ。そうですよね、1月ぐらいまでね。え、そんなに来てるんですけど、はいはいはい、そんな先のスケジュールが分かんないんで。分かんない、そこまで自己破産してる可能性もあります。そうですね、うん、このようにねこのようにってなんかやめろ毎日のように金井さんに面白い話が来るんですね。それが面白いです。ずっともう1ヶ月、2ヶ月って経過すればどん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 好きなことしてなるかな。すごいすごい、好きなことして生きていくな。本当に私的にはぜひともフォロワー数30万ぐらいの人が金井さんをこう1週間に1回ぐらいこうダメージ与えに来るみたいなのじわじわいきますね。金井さん最後に一言言ってください。いや、大丈夫ですよ謙虚だな。あんまり面白いとか難しい。おもろい人でしたね。いやーすげえ面白かった。ちょっと怖さがあったのにね最初は、はい、本当にあの髪を切るのが好きでいろんな人に会って自分の経験にしたいみたいな。賢いと思った。フォロワー数1万人以上の人とかそんなに言って多いわけじゃないから、確かにそのここら辺のレンジの人たちに会うための理由としたら、うん、こんなにリーズナブルな企画はないかもしれない。合わないですもんね普通。合わない合わない。1枚あげるから会ってって言われても合わない合わない。合わないですよね絶対。合わない。まあ私の場合130万ですけどねまたこういう面白いサービスを見つけたらトッツしましょう。トッツしましょうさよなら。